沢先生。もう構わないで。私は何のお役にも立てません。三子柴博の殺害には十中八九江原さんが関係してます。私には関係ありません。江原さんは三子柴が敏郎君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか？先生ならきっとご存知ですよね。教えてもらえませんか？4年前三子柴と敏郎君に何があったのか。知りませんって。私は何も。俺は明日拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え？昨日は三子柴が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。なぶり殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな。江原さんは三子柴が殺されると知りながら同じ日に痴漢事件を引き起こしてた。まるで自分だけは三子柴殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだと、みんなにそう言いたくて仕方ないんです。その死体の主は三子柴博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前本当に彼の息子は三子柴のいじめを受けてたのか。今俺が先生の口から聞きたいのはそれだけです。その答えなら変わりません。三子柴君がいじめをしてたなんて事実は。待ってください先生。え？失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。それでも三子柴のいじめがなかったというんなら俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度とこちらにお邪魔しません。どうですか？4年前私は英語教師になってこの学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。放課後この屋上で一息入れてたところに敏郎君が逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら人差し指を立てて、よく見たら鼻血を出してました。そしてその後三子柴君が敏郎君を探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎君の表情が状況を全部物語ってたから。三子柴のいじめを受けてたんですね。ええ。その後敏郎君から聞きました。三子柴君たちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎君がクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに三子柴君は味を占めたようでした。彼は成績が良くて補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎君を連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎君の家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして四郎君はお金を払えない時、学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですから。少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎君から聞いたことを全部。その先生はベテランで、私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な御子柴君をいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎君の話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのは、なるべく校内で敏郎君が一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから3学期が始まる最初の朝、敏郎君は自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは御子柴を問い詰めた。敏郎君をいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。御子柴君はいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことになったんですよね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。敏郎君の父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて学校の内情に詳しくありません。そこにつけ込んであの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は御子柴君たちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。敏郎君のケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで星稜高校に訴えを起こしたんです。敏郎君の自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎君に聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ、アンケート隠しがあったことは私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼はご両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎君がいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確実にいじめを立証できないのであれば御子柴君の名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するよう言われた。ええ、先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で事実を言うべきでした。でも別の日にはやっぱり他にどうしようもなかったと思い直してしまう。今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任はもうよその学校に行きました。今もどこかの教壇に立っているはずです。そうでしたか。私にその先生を責める資格なんてありませんけど。先生は御子柴のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたことを他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。八神さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど、13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、充君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任は充君がいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた。私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら、その一番手は御子柴です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃、私は無邪気に先生になるのを目指してました。充君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。なんだこれ、何やってんの？ああ、おかえり。八神さんも何か飲む？ほらよ、くつろいでんね。まったく何の遠慮もなく。もしかして俺のこと言ってる？桑名はお前に用があって来てるんだぜ。まあ酒も将棋も嫌でやってるわけじゃねえがよ。海藤はどっちも強えな。歯応えがある。俺に用事って何？聞いたぜ八神さん。あんた御子柴博って例の大学生殺しを調べてんだって。半品龍馬に襲われたのもそのせいだったんだろ。俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん。そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負終わらせて会員になって。地元に詳しい味方が必要だろ。俺なら偉人町の裏の裏まで案内できる。でもお高いんでしょ。初回は安くしといてもいい。よそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよ。あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。つくもと杉浦がいいんなら別に。ここは俺ん家じゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには賑やかなのもいいですな。僕も全然居心地いいなこの事務所は。あ、八神氏。ネットの掲示板で江原のことが取り上げられてますぞ。自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか。もうそこまで。見てくだされ。どうぞこちらへ。教育実習生は過去にいじめ自殺を引き起こしたサイコパス御子柴。江原は痴漢の皮をかぶった正義。いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる。今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして御子柴を殺したやつら。そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。ただ気になる書き込みもあります。江原が裁判中御子柴の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。それでもうニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。御子柴を殺したのは複数犯なのか。そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし。今日も偉人町は平和だったろ。